今までもチェックはできているっていうことでしょうか。それって価値判断の話ですよね。コストパフォーマンス的に良かったかどうかみたいな価値判断って会社組織でできます？できんでしょ、そんな。出ると思いますけどね、経営企画的なそういうところが。うん、それはだから経営判断でしょ。そういうような価値判断っていうのは会社組織のでも無理でしょ。できます？そんな。また今週もよろしくお願いします。関西テレビの鈴木です。よろしくお願いします。今日もともと馬場代表と教育の前原代表との会見の予定がありましたがなくなりました。で、まあ、合流も視野にということで、両党がお話してましたけども、今の現在地であるとか、あとそれから実際に解散総選挙が迫ってくる中でどういうふうにそれぞれの党が戦っていくか連携していくか、この辺をちょっと教えてください。教育無償化を実現する会の皆さんとはですね、前原代表をはじめ各議員さんといろいろこの数ヶ月もですね、統一会派としてご一緒させていただいて、相当私は相性をよく非常にいい関係が築けているというふうに思います。まあ、ですから一番近しい有党としてですね、どういうふうにこの総選挙に臨んでいくかということは、これから最終詰めをしていくという段階であります。今日ちょっと日程的にっていうのは私は後で聞いたんで、その理由とは聞いていませんが、また近日中に会見をさせていただくという流れになるというふうに理解をしております。まあ、ですから最終どのようになるかっていうのはちょっと現時点では申し上げられることはありませんし、まあ、改めて並びの会見等がセットされればそこで正式に皆さんにもご説明をさせていただくという流れになると思います。明日から始まる国会では統一会派は組んでる状態だと思ったらいいんですか。はい、そうですね。で、先日の両院議員総会にも皆さんご出席いただきました。はい、ありがとうございます。この間、馬場代表がやるというふうに言っていた政策活動費の過去の使用分についての調査のチームを作ろうという、で藤田幹事長に指示があったと思いますが、現状の進捗状況といいますか、そういうのはどんな感じになってますか。これについては私も馬場代表からまあその指示も受けまして、私もそれをやっていただこうということであります。ただこれもう9日解散27総選挙という形でありますし、まあ、例えばそこに入ってもらう方に対してはもう地元で皆さん議員はもう1分1秒惜しんで活動してますから、それを実務的に負荷を課すということはこれはもう現実的には不可能だし、それから事務方についてもそれはもう無理だと思います。まあ、ですから選挙が終わった段階でそれはぜひやってもらうという形になります。で、やり方については少し工夫しないといけないなと思いますが、原則として私が全員この人とこの人とこの人を委員に入れてやりなさいみたいなことをすると、まあそれはあまりよろしくないというふうに思いますし、まあ私らの使い方の部分もチェックしていただくという形でありますから、まあ、改めて言うと執行部経験がないメンバーに座長になってもらうのが私は妥当かなと。で、外部を入れるか入れないかも含めて、でその座長にある程度人選ややり方というのはしていただくということが一番公平じゃないかなというふうには考えておりますが、またそれはちょっと選挙前にやると、または選挙中にやるなんてことはもう絶対にできませんから、そこについてはこの解散スケジュールがまあ、ほぼ確定しましたから、その後になるということになると思います。こうちょっと下を持たないようにしてもらった方が、実際その総選挙の段階ではなかなかそれの結果を見て有権者がこう判断することは、まあ、どうしても物理的にできないですけども、この間幹事長がその現在でもブラックボックスではなくて監査人というのがちゃんと追ってっていうようなお話されてましたけども、現状でどういうチェックのやり方、あとは誰がやっているとかのは現状どんな感じになってるんでしょうか。まずこれは何度も申し上げてるんですけれども、政党の方は日本維新の会、これについては会計監査人という役員がいます。それから国会議員団の方の資金についても会計監査担当というのをつけてまして、でそれについてはチェックをしていただくという、こういう流れになっています。まあ、ですから使う側とチェックする側とがいて、それで収支報告が記載されていくという、こういう流れになっています。まあ通常の流れだと思います。で、ここに、そうそう、2月の時点で、これ議論でも出たんですけれども、2月の時点で、政党も外部監査を受けようと、まあ、我々
我々が持っている政治金管理団体とかは、あの国会議員関係団体として、外部の監査を、税理士のチェックを受けると。でこれも法律改正でエリートデーをあの見るような形でちょっと厳しくなるというふうな法律改正にこの間の政治資金規正法でなりましたけれども、まあ、我々としても政党も外部のそういうあの内部の議員ではなくてですね、あの外部の監査、内部監査から一歩進んで外部監査をしようという内規を作りました。あの確認したんですけれども、なのでそれはあの税理士ないし弁護士がよろしいだろうということでありますから、あの来年のというか来年のというか今年のか今年の収支報告、つまり来年公開されるものについてはその運用がよろしいんじゃないかということをあのが進んでいます。現状はその、まあ、税理士さんなのか弁護士さんなのか、あるいはそういう資格を持った国会議員さんなのかっていうようなメンバーでされてるのかなっていうイメージなんですけど、そのナチュリストそのいろいろちょっと指摘もありましたけども、その事務処理がちゃんと行われてるかっていうチェックは当然すると思うんですけど、その資質が必要だったのか妥当なのかみたいな、そういうその政治家観点のチェック、多分この間浅田参院会長が言ってたのはむしろそっちの話かなっていう気がするんですけども、このあたりは今までもチェックはできているっていうことでしょうか。あのそれって価値判断の話ですよね。価値判断ってあのいわゆる定量的なとか手続き論的なチェックっていうのはあのどういう案件でもそれはできますが、価値判断はあのそれはあの何か決まりを決めれるもんではないと思うの でそれについてはガイドラインを作りましょうという方向性で馬場代表もあの言っておられますから、まあ、何らかのガイドラインを作っていくということについてはあの私はあのいいことだと思うし、それも私も何か何だったかな、どっかのテレビ討論かあの SNS 上のやり取りで、そういう議論を私もして言ったこともあるんですけど、ガイドラインみたいなものはそれをやったらいいと思いますけどね、うん、そういう資質がその要はコストパフォーマンス的に良かったかどうかみたいな価値判断って会社組織でできます？それできるんですか？できんでしょ。そんなでそれは一定のガイドラインに基づいていて、でいわゆるネガチェックをするということについてはできると思いますが、あのこの例えばこういう仕入れ経費についてよかったかどうかということについては、あのそれはあのなんかそれで何らかの規制をする処分をするとかそういうような価値判断というのは会社組織のでも無理でしょう。こっちの業者に発注した、こっちの業者に発注した、どっちが良かったかでこっちにしたのを糾弾してどうのこうのって会社組織でやったらむちゃくちゃになりません？できます？そんな糾弾するかどうかともかくそういうのは常にチェックしたりとかはしてると思いますけどね、経営企画的なそういうところが、うん、それはだから経営判断でしょ、経営判断でしょ。だから経営者っていうのは経営を委託されていて、で経営の判断でこちらかこちらかっていうことを選んでおられると。でそのために経営者っていうのがいるわけですから、でそれで言うとあのいわゆる各権限者にどこまで予算があって決算があると、予算があってその執行については執行部に、まあ、いわゆる委任されているわけでありますね。でその予算の幅の中でどういうふうに使うかということについてはあのそれは経営判断でしょ。だからむしろその判断については執行部に任されているということがあの一般論としての組織論だと思いますけど、うん、はい、ありがとうございます。はい、じゃあまた今週もよろしくお願いします。